からお腹がペコペコです。すごい反響するじゃん声、恥ずかしい。なんかはい、しっかりと除菌をして感染症対策はバッチリ、お弁当を食べます。撮影だったのね今日朝一から、だから公演まで時間があるのでショールームをしようと、ショールームをしようと思って、お弁当めっちゃ匂いすん、美味しそう、美味しそうすぎる、罪の味がしそうです。公演前なんですけど、お弁当が温かいうちに食べた方が美味しそうだったので食べちゃいます。大丈夫、公演前にいっぱい自主練で動くから全て消費する。いただきます。嬉しい、今日お弁当あると思ってなかったから嬉しい。まずたけのこの煮たやつ、まだコーヒーしかいただいてません。私もさっきまでその状況だった、カフェオレだけだった。おいしい、ちょっとご飯いただこうかな。どうやって食べるのが正解なんだ。そぼろご飯ってさ、箸で食べるのちょっと難しくない？難易度が高くない？ちょっとお見苦しい点があったらごめんなさい。配信中に食べないのはそういうことなんだけど、ちょっとこぼしそう、そぼろ、幸せな味がする。こんにちは、こんにちは、幸せな味がします。美味しそう、めっちゃ美味しい、幸せかもしれん。今日は公園でいっぱい動くので、まあ早昼にすることして、ちょっとね公園の時はお腹空いた状態で出れるように、お腹に入ってる状態で出るとね気持ち悪くなっちゃったりするから。うん、表情から幸せが伝わってくる、嬉しい。奈良ちゃんが呼んでる？隣の部屋にいるんだよね。奈良ちゃん隣の部屋にいた、さっき配信してた。幸せそう、え、マジでご飯食べてる時が本当一番幸せかもしれんってぐらい幸せで、そぼろご飯が食べにくすぎる。一緒に食べようっていうこと？奈良ちゃんの部屋よりこっちのが広いかも。見えん。見えん。うん、なんかね3種類お弁当あったよ。撮影お疲れ様、ありがとう。今日の髪型はこんな感じ。
多分ナナシちゃんの部屋2人でやるには狭いんじゃないかな、わかんないけど、やってる部屋今サイリンがこのお弁当を選んだ理由？え、なんか適当。え、どうしたらいいんだろう、ナナシちゃん。でもさ、今携帯の充電ないから動けないんだよね。あ、奈々ちゃんが来るかも。ちょっとちょっと待ってね。ちょっと待って、奈々ちゃんのために椅子用意するからちょっと待って。え、嬉しい。いいの？え、全然。やった、 ありがとう。ちょっと待って、これをナス荷物持ってくる。え、ちょっとさ、うちのもさ置いといていい？お邪魔します。ナナシちゃんが来てくれました。ナナシちゃんのルームの方、こんにちはこんにちは。あ、私のルームもこんにちはこんにちは。ナナシちゃんが今荷物を取りに行っております。こんにちは。ごめんなさい、私の食べかけのお弁当が映っていてすみませんこんにちは。あっちの、待って、椅子こっちの方がいいか。え、ありがとう。やった、こんな近くにいたなんて隣にいた、ありがとう。よいしょ、よし、よいしょ。めっちゃ美味しいね、ご飯。ね、美味しいです、これ、ね、あったかくていいですね。あったかくていいね、食べます冷めないうちに。よしナナシちゃんだ、イエーイ。お邪魔します。そう、本当に隣にいました、ね、びっくり。あ、充電してんのか。あ、そうなんです。待って、コメント見えなくなっちゃってる、ごめんね。全然全然、電車こっちに置こう。絶対倒れる、難しい、ショールームの価格むずいですよね。ソファウチ、めっちゃ近いとこにいました。隣の部屋、隣の部屋にいたあ、映ってるそぼろも美味しそう。なんかよくわかんないから適当に撮っちゃったら3種類あるよって言われて、まあいっかって言いましたなんか紫が一番減ってたから美味しいかなと思って。そう、私も紫めっちゃ減ってるから紫人気なのかと思って悩みました。なんかいつもこのお弁当にするときは紫にしてる。うん、紫間違いない。今度会ったら紫食べてみよう、うん、気になる。そう、3つあってね。うん、もう1個何だったんだろう、わかんないっすなぜわかんない何だったんだろう、気になる。けんさん、こんにちは。あ、あさってしずく公園、うん、初日出ます、出ます、うん、初日です。何分出る、やばい、練習しないとなんだろうね、ユニット、なんでしょうね、ね
めっちゃみんな予想してくれて面白いですよね、予想を見るの、ね、何だと思いますか皆さんユニットサイリンの何だろうな、何でしょう、こんにちは、チーム4公演もあるの？そうです、今日この後。ん？何なの？めっちゃ大変。夜公演がありまして。そうなんだ。そうね、時間わかる？わかんないです。わかんないね。あの体感でやってます。30分になったら教えてください。そうですね、一旦、うん、ファンの皆さんお願いします。お願いします。みんなユニット彼女だったら酒盛りしな彼女でもどの曲もいいですよね、うん、新しいユニット。わかる、全部なんかファンの人の心をつかむ曲な気がする。ユアサさん、うん、本当に選曲が素晴らしすぎる、うん、なんかさ普通に音楽の、うん、プロの方だけどさ、はい、アイドルの気持ちもなんか分かってくださってるっていうか、うん、そう本当にすごい、ね、尊敬しちゃう。アイドルの気持ちとアイドルファンの気持ちが分かってる気がする。すごい選曲が本当にそのみんなの気持ちをね集結させてるからすごい、ね、うん、しかもさあんまりなんかやらない、普段やらないようなユニット多くない、うん、コンサートとかで見ない曲ですよ ね結構。フルーツスノーとかさ知らなかったのこんな曲あったんだと思って。あれ衣装可愛くていいです ねメンバーみんな可愛くなる、うんうん、なんか衣装さすごい足長く見えるしね。うん、とっても、うん、うん、うまっ、唐揚げね、このさ、衣が美味しくない？ハクハク、なんか色違う、本当だ、衣が濃い、味付けが違うのかな、ね、こんにちは。でもさ、エイトの公演だけ前座がないからさ、うん、ちょっと、ね、急いで始まりますよね。そう、アンコールの時とかさ前座の人がさ、普段はさ出るじゃん、うんうんうん、でなんかペンライトの講座とかやってるじゃん、うん、でもそれがないから。いいといろいろないですよね、うん、ペンライト曲もないし、うんうん、ファイト曲もないしね。ないし、ここからやることもあるんですかね、どうなんだろう、うん、え、シャーリンのユニットってと、いや、めっちゃお腹痛いそれです、合ってます合ってます。そうか、うんうんうん、そうか、そうです。あー、あの人と一緒ね、うん、うんうんうん、いい、でもめちゃくちゃ似合う、めっちゃファンの人置いてきぼりにした今ナナシちゃん曰くめっちゃ似合うらしいです、うん、やった似合うわ。ちょっとね、メンバーもまだあんまね把握してない、誰がどのユニットか、うん、なんかまだわかんないですよね、うん、自分たちも、うんうん、誰だっけみたいな、ドキドキワクワク、なんでしょう、楽しみ楽しみにん、ナナシちゃんが口パクで確認してくれた、うんね、楽しみがなくなっちゃうからね。まずそう言えば一番のね、うん、楽しみですよね、ユニット何かなって、せっかく新しくなったんで、うんうん、キャロンさんめっちゃ可愛いです、ありがとうございます。初めてだな、2人でそういうの。いや初めてですね、なんかあんまり2人でお話することそんなないですよね、うん、みんなといるときはよくお話するけど、この前 YouTube 載っけてくれたよね話し会のやつですよね、うん、
めっちゃ楽しかったですね、茶番みたいなのが編集めっちゃ楽しかったです。うーん、なんか編集も自分でやってんのか。そうです。すごっ。メンバーがふざけてくれると編集が楽しいんですよこの前なんかさ見たよ。え、恥ずかしい。台所、あのあれだ、一人暮らしの最新のやつだ。そう、ここ嬉しい。見た見た、嬉しいな、うん、なんか めっちゃ最近メンバーが見てくれてて嬉しいけどちょっと恥ずかしいコメントしたいけどさ、うん、ちょっと確かにコメントちょっとハードル高いですよ ね。自分の公式アカウントあればいいけどさ、うん、ないからね。確かに、うん、うんうん、今何時ですか？何時だろう時計がないと不安ですよ ね。まあこうやって見ればいいんだけどね。確かに。なんせ朝やりのパン食べたことある？ある。イエーイ。なんだっけ、メロンパン、うん、となんだろう、なんだっけ、何食べたか。メロンパンとメロン、なんかさこのくらいのクリームパンかな。クリームパン作ったことない？チョコかな、うん、チョコ、チョコパンかな、チョコクリームかも。あ、19分ありがとう。チョコパンめっちゃ美味しい。やったー、本当に美味しい。なんかさできたらいいのにね、イベントとか。うん、パン屋さん今カフェがなくなっちゃったんで。あ、そうだよね。そうなんですよ。あれはスモールワールズ、あ、あそこでは結構、でもまだ自分で作るとかはやってないですけど、イベント自体を呼んでもらってて、うん、そのくらいじゃないだってご飯食べれる。うん、確かに、ね、なんか前さエイトの日にエイトくんのパン配ったじゃん、うん、なんかこういうご時世だからちょっと今難しいけどさ、はい、シャイリンが朝からパン作れて何千個ってなっちゃうけど、抽選で何名様に。ああ確かに、なったらいけそうか。あの全部考えて自分で、うん、レシピとかを、うん、作ってもらう。やってみたいな。でも、うん、この一番最新の8の日のパンは、うん、長野県のパン屋さんでした。あ、そうなの。びっくり。あの3種類くらい味があったやつ。そうです。うーん、美味しかった。え、長野ってパン有名なの？いや普通の他の県と同じだと思うんですけど、多分大量に作ってくれるお店が長野にあったのかな。うーん、遠くから確かに運んでくれた。確かにそうだね、うん、めっちゃ遠くから。え、あのさピーターパン食べたことある？うん、ある。あれある、あれめっちゃ美味しくないですか？めっちゃ美味しい。パン界で多分トップなぐらい美味しいと思ってます。やっぱパン屋さんが言うなら間違いない何食べた？メロンパン？うん、多分メロンパン食べたかな。私メロンパン好きなんですよね。あ、そうなんだ、はい。メロンパンってどうやって作るの？パンの生地はパンの生地で作って、うん、であの上のクッキーの部分あるじゃないですか。めっちゃお腹鳴るじゃん、鳴るじゃん、笑っちゃう、やばい消化してる。めっちゃ消化が始まって。そう、あのクッキーの部分は、うん、クッキー生地をまた別で作って、うん、パンを丸めた上にクッキーの生地こう乗せてこう縦に線入れて焼きます、だから2倍の手間、他のパンより。そっか、そうなんですよ。大変だね。でも美味しいから作っちゃう。え、トースターで焼くの？オーブン、トースターですね。なんか電子レンジにオーブンついてるやつみたいなので。トースターでも焼けるらしいです。あのさ YouTuber のはるあんちゃんって分かる？分かります。めっちゃ見ちゃう。はるあんちゃんの YouTube でパン作り始めたんですよ。え、あれ、そうなの？じゃあ師匠じゃん、もう師匠、かわいいよ、ね、先生、うん、めっちゃ可愛いし料理上手だから、ね、簡単だし、うん、簡単になんかしてくれる。なのにすごいクオリティ高いから、うん、めっちゃ勉強になりますよね。ね、YouTube、 あと誰見る？その料理系。料理系？誰だろう。なんせあのリュウジさんとかも見る。バズレシピの、うん、
私もたまに見ます。あとさ、マッチョな人、あ、わかります、マッチョな大学生みたいな、あのすごいお面つけてる人ですよね。あ、そう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 でこうやってなんかムキムキなあの人のハンバーグよく作ってました、あのマッチョな人のレシピで。美味しそう、なんかマッチョな人が美味しいって言ったら全部美味しそうちょっと信用できますよ、ね、なんか信じちゃう。マッチョ意外とあれですね、 YouTube 見るんですね。めっちゃ見る、てか食べ物を好きだからさ、うちも、まあ、作ったりはそんな最近はしないけど、うんうんうん、そう、なんか人が食べてるのとか作ってるのを見るの好きだからめっちゃ見る。え、ピザは今もずっと好きですか？好き、大好き。私もピザめっちゃ好きなんですよ。でもなんかさ、うん、やっぱ家で作るとピザパンみたいになるじゃん。確かに。じゃなくてもうカリカリのやつですか？そう、ピザは一緒ですね。もうお店に任せたい。だから作んないけど美味しい。なんかあの持つとこにチーズ入ってるやつ美味しくないですか？わかる。いいよね。これめっちゃ好きです。ソーセージとかね、うん、ピザ食べたいな、ね、ピザパーティーしたいね。なんか8メンバーみんなでピザパーティーしたい。絶対盛り上がりそう。前さ、よくあの誰か卒業した時にさ、うんうん、卒業公演の後、ね、じゃあみんなでパーティーしてたよね。やってましたね。やりたいな。だいろいろ落ち着いたら再開してほしい、ね、スタッフさん、ね、お願いしますお願いします。ピザが10枚ぐらいあったらみんな喜ぶんで、もう幸せなので、うん、あ、ダレウマ、あ、そうですね、ダレウマさん、マッチョ料理、マッチョ料理人、キー。あとはでもクラシルとかデリシキッチも見る。あー、王道ですね。うん、間違いないじゃん。間違いない、絶対美味しいし楽ちんだから、うん、ね、ほんとすごい、すごいよね、わかりやすいし、うん、最高。短い動画でめっちゃわかりやすいから、うん、かわいいな、今25分らしいです。あ、こっちも来たわ、ありがとうございます。どっちもどっちも書いてくれてるね、優しい、 優しい。てか文字さ細くない？うち太い、なんか確かにね、携帯の機種ですかね、かなそっちの方が読みやすいですね、うん、全然見えないもん、ここから私もギリですね。お弁当捨てなきゃもぐもぐさやりん恥ずかしい内社の方の皆さんこんにちはいつもお世話になっておりますお世話になってます、お世話になってます、お世話になってます、お世話に、お世話していただいてます下覚えないけどあれ、いや、可愛がってもらってるんでいつも、逆にお世話になってます。いや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 、もう恥ずかしいんだけど、なんで？活発ですね。活発、そうなの。なんか食べたらすぐにさ、うんうんうん、すごい動く腸が。元気だな。元気。ナナちゃんのお腹は元気。元気ですね。セアリンは一番好きな食べ物何？でもめっちゃあるんですよね、私。うん、そうなんだ。いいね。そうです。ピザも好きだし。嬉しい。カレーも好き、唐揚げも好き、うん、中華料理も好き、中華料理ってラーメン、いや、小籠包とか、あと、それも中華か、そうです、麻婆豆腐とか、うーん、なんか好きなものが多すぎて、うん、なんか一番が決められないんです、そうなんだ、じゃあ日によって、そうですね、日によって、うん、分かる、それは昨日は寿司でした、一番食べたかった。あー、ね、お寿司食いに来るよねお寿司来ます ね、あと焼肉とかも、あー食べたい、焼肉食べたいな、ね、お肉やっぱいいですよね、うん、なんかさすごいマックとかさ、うん、なんか不意に食べたくなる時あるじゃん、ありますね、
でもみんなでご飯行こうってなったらさ、うん、なんかマックじゃなくて焼肉とかさ、ちょっとちゃんとしたもん食べたいですよね、うん、ファーストフードじゃなくて、ね、確かにマックはなんか一人でいいな、うん、パッと食べたい時ぐらい。わかる。一人で全然行ける？え、全然行きます私。そうなんだ。焼肉も？焼肉行けます。マジ？はい。一人焼肉専門店みたいな。いや、普通のお店に。すごい。ボックス席で一人で焼肉やって食べてたことあります。すごい。強い。行ってみたいね。なんかさ、最近一人焼肉専門店とかあるじゃん。うん、あそこ絶対いいと思います。ね、カウンターになってるし。そうだよね。私も次行くなら絶対そこだなって。ちょっとテーブル席マジみんなに見られるんで恥ずかしいです。確かに。あの人一人だよみたいな。え、そういう時ってさ、みんなが見える側に、みんなが見える方向に座る、それとも壁向き？私は壁を背にしたいんで、あ、じゃあもう店内を見渡しながら食べました。そうなの、すごい。いいな。ラーメン、でもラーメンも一人で行ったことない。ね。全然、多分行こうと思えば行けるけど、うんうん、あんま機会もないですしね。今あれ、しゃぶしゃぶは一人はおすすめしないです。なんで？マジで鍋寂しいです、一人。あそっか。しゃぶしゃぶを一人で行った時は初めて後悔しました、うん、あ、これ一人で来るもんじゃないと思って。すごい、しゃぶしゃぶも一人で行けるんだ。基本一人行動が多くて、そう、なんかちょっとみんなに言ってます、しゃぶしゃぶだけは一人で行くなよって。だそうです。皆さん気をつけてください。しゃぶしゃぶは相当寂しいです。あと何行けるかな、まあ、なんかフードコートとかだったらさ、全然ありじゃん、うんうん、ユニバーも一人行ったことありますか？え、マジ？友達いないの？います。え、で人ともで、ユニバーがすごい好きで、なんか年パス持ってたんですよ、ちょっと前まで。だから友達とも行くけど、うん、でもなんか一人で行ける時とか、うん、やっぱ年パスだから行った方がお得じゃないですか。そうね、確かに。一人で行ってました。すごい。長野からこう行ったって、うん、5時間ぐらいかかるんですよ片道。え、それ新幹線じゃなくて？いや、新幹線と特急を乗り継がなきゃいけないんですけど、うん、それで5時間かかるんですよ。よくさ年パス買ったね、逆に。でも好きすぎて、すごい、めっちゃ行くから行きたいな。行きたい。もユニバ好き ね、 いいね、メンバーと行きたいな、ね、一回さ、なんかユニバでライブしたよね。なあ、その時まだ入ってない。めっちゃ前じゃん。じゃあそうなんですよ。そうなんだ。確かに、うちらもまだ子供だったもんな。そっか。え、ハッツの1個後です。後か。ハッツの半年後ぐらい。ハッツいたのかな、その時。ハッツは多分いたかな。いたのか。ハッツが入った夏とかじゃないですか、多分ユニバー行ってたの。そっか、多分記憶の限り。残念だったね。じゃあ、本当に超やりたかったです、またあるといいな。ね、またああいう大きなイベントやりたいです ね。あ、11時半だ。お、壇上読もうかな。私はまだやってる。そうですね、ちょっと公演まで時間あるんでのんびりします。そうね。あ、13位はしんのすけべアットマーク吉川の手下さん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位はホワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位はもち巾着さん、ありがとうございます。ありがとうございます。待って、やばいやばいやばい、でもやばいよ。え、熱っ。めっちゃ熱い。え、高温注意って出てる。やばい、今ちょっとやばいです。あー、そういうことか。え、どうなっちゃうんだろう。やば、配信ちょっとごめんなさい。私のとこに退避してきてくれれば説明はできそうですけど。こんなことあるの。ナナシちゃんの携帯が高温注意で多分冷めるまで使えないです。なんてこった。初めて見ました、そんな表示、ね、スクショしとこう。記念に。ショールーム結構熱持ちますよ ね、 ね、通信使うから。見て、これもなくなってるよ、通信も。本当だ、 Wi-Fi が切れてる。心配。なんで高温七瀬ちゃんになってしまいました、皆さんお待ちください。ごめんなさい。ちょうど読んでたのに高温で止まっちゃった。高温で止まっちゃった。ちょっとどうしよう、ここに。かわいそう。なんか冷蔵庫とかに冷たいもの入ってたりしないですかね。保冷剤とか。冷蔵庫に入れたらさすがにやばいね。それはさすがに。
確かに冷蔵庫見てこよう、うん、保冷剤とかあれば多分すぐ冷えるかも。こんなことあるんだ。初めて見た。怖っ、ね、怖いね私も気をつけなくちゃ。探してきます。いってらっしゃい。ちょっと緊急事態でございます。ナナシちゃんの携帯が高音注意という表示が出て配信が止まってしまいました。しばらく皆さんお待ちくださいませ。ナナシちゃん今冷蔵庫に冷たいものを探しに来ました。お、冷やしてます。冷やしてます大丈夫かな、壊れたりしない。あ、すごい治った。あ、早い。保冷剤にパワー、ね、戻れそう。戻れそう。うん。あー、よかった。よかった、復活。ちょっとでも怖いから。冷やしながらね。冷やしながらやります。なんか高温注意ってやつが出てきちゃって、止まりました。ごめんなさい。大丈夫かな。よし、じゃあ読みます。どこまで読んだかな。もち巾着さん、ありがとうございます。注意はギミアットマーク。韓国のナレンジャーさん、ありがとうございます。ございます。注意はヒロヒロさん、ありがとうございます。ございます。8位は鉄七瀬一生推し、おしゃれで豪華お弁当を食べて七瀬幸せだってナレンジャーさんありがとうございますと、7位は YSA73 アットマーク、眠気と戦いながら仕事中さん、ありがとうございます。頑張ってください。6位は焼き鳥始めましたさん、ありがとうございます。5位は吉野リアットマーク、7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はごっちゃんアットマーク、7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はパンダアットマーク、7レンジャー、車いまだ直らずさん、大丈夫、ありがとうございます。2位はキャナイさん、ありがとうございます。1位は鍋公式アットマーク、7レンジャーさん、ありがとうございます。イエーイイエーイイエーイ。それではあ、ねえ、ちょっとセイリーに見てほしいものがある。え、何？じゃあ皆さんいつものお願いします。せーの、みんな私をミルフィーユってやると、はい、みんながこのほら、このミルフィーユを作ってくれる。すごい、かわいいミルフィーユいっぱい作ってくれるミルフィーユになってるでしょ。すごいすごいね。すごい、何重にもなってる。そう、重なってる。考え方すごい。ありがとうございました。ありがとうございました。こっちもありがとう。お邪魔しました。お邪魔しましたじゃあ楽しんでくださいバイバイ。ありがとうございます。バイバイねえ、お腹減っちゃった。かわいいな、なしちゃんなんでこんななるの。びっくり。よし、じゃあ頑張ってね、これ。ありがとうございます。楽しかった、ね、嬉しい。よかった。やっぱ一人よりさ、そうなんですよね、楽しいですよね、ショールーム、ね、一人だとちょっと寂しい。てかさ、なんで敬語なの。え、ずっと敬語だっけ。ずっと敬語です、私。皆さん、タメ口で話そう。じゃあタメ口に。いいよ、徐々に私の慣れ私が慣れるまで。いや、でも最近ちょっとずつ増やしてます、タメ口のメンバーを。頑張ってる。え、お弁当持ってこうか。あ、大丈夫です。あとで自分で。ありがとうございます。あ、じゃあまた。じゃあね、バイバイ。バイバイ。バイバイ、ナナシちゃんバイバイ。ああ、ありがとうございます、わざわざ優しい。さあ皆さん、楽しい楽しいナナシちゃんとの配信が終わってしまいました。あ、ナナシちゃんとこから来てくれた方おる、ありがとうございます。ナナシちゃん来てくれて優しい。こっちのルームまで優しい、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてナナシちゃんのファンの皆さんも、私がお邪魔させていただいたけどありがとうございました。OK、 治った。
しんさんありがとう。ちょっとじゃあのあれですね、次は12時になったら教えてください。私は12時にこの配信を終わりにしようかな。どうしよう、12時ちょい過ぎぐらいまでやろうかな。悩ましいですね、悩みます。12時に一旦皆さん教えてください。この部屋時計がなくって、うまし。こんにちは。12時になったらお昼休みの人とか来てくれるかもしれないから、12時になってちょっとやったら終わりにしようかな。七瀬といるサイリンはいつもよりおとなしい。七瀬ちゃんといるからおとなしいというか、人がいるとおとなしくなっちゃうから。一人の時が一番元気まである。そう、七瀬ちゃんだからおとなしいっていうよりかは、人といるとおとなしいって感じ。いつもそう、すべての時そう、人といるとそうシュンってなっちゃう。別になんか苦手だからとかじゃなくて、性格的にそう。なぜ誰かと言ったら別に最後盛り上げなくてもいいやん。そう、そういうこと、盛り上げを人に任せて甘えられるので、一人の時は元気にしてるけど、人がいたらそんな頑張んなくていいかな、甘えちゃおうっていう感じで静かになります。紅生姜がすごい鮮やかなピンク。トークの開始がしっかりしてる。本当？嬉しい。でも本当トークの開始って難しくない？永遠の悩みなんだけど、なんて返したらいいか分かんない時よくある。コミュニケーション取るの上手な人ってさ、どうやって返事をしてるんだろう。不思議、全く分かんない。公演前なのにお弁当さえ完食しようとしてるんだけど、これはデブじゃない？初見です。初見さんありがとう。この唐揚げを最後に終わりにしておきたいと思います。母がに全部食べるのはおデブちゃんな気がする。うんま。唐揚げが美味しすぎる。最高。最高。まあでも今日18時公演かな、夜だからね。これどうやって閉めるんだろう。それまでに消費されるでしょう。いっぱい動くし、このあと
お昼ご飯なの？そう、お昼ご飯。もう撮影が朝早くからでお腹空いちゃったから早昼にした。まあ公演までにねお腹をへこませたかったのでお早めに食べたわ。ふう、疲れた。行って。公演までずいぶん時間ある。そう、早く劇場入って自主練します。今日はゴリゴリに自主練します。こんにちは、こんにちは。今回のチーム4こそはノーミスで全てを終えたい。大きなミスゼロで終えたいですね。毎回アップデートされてる。前回間違えたところは間違えない。ナナシちゃんはもう一つ食べれるって言ってた。すごいね。もう一つ食べれないな。さや確実に最近ね食は細くなったね。痩せたんですよ。痩せたら胃がちっちゃくなりました。食べれなくなった。満腹中枢が早めにもう満腹だよって出すようになった。そう、こんにちは、こんにちは。食べたら眠くなりません？え、多分ねやばいと思う。さやあと30分ぐらいしたら多分めっちゃ眠いと思うわ。どうしよう、どうしよっかな。劇場着いてから多分めっちゃ眠いと思う。どうしようかな。乗り切らなくっちゃ。やっぱ、え、やっぱり日本人じゃん。え、日本人です。もちろん全てのコメント日本語で書いてあるのでもちろん日本人です。今日は何時起きだったの？7午後にも書いたんですけど今日は6時起きでした。え、もう7時には家を出なくちゃいけなくて6時に起きた。もうさあ、月曜日の7時台なんてさあ満員電車やん。大変だった。そう、公演頑張ってね。ありがとう。オンデマで見るね。お、嬉しい。見てください、見てください。でも寝ちゃうとね、あの喉がリセットされちゃうから歌えなくなっちゃうんだよね、公演前に寝ると。今せっかく揚げ物をさ、ちょうどお弁当で食べてさ、揚げ物食べると喉にいいんですよ。油がこうコーティングされて。そうなんだけど寝ちゃうとそれがね一回閉じちゃうから、あんま寝ないようにしたいけど、どうしても眠かったら多分ちょっと寝るかも。その後の発声めっちゃ頑張んなきゃいけなくなるけど。でさ、さやが合唱部の時とかさ、なんかコンクールの本番 3,4 時間前には絶対に起きておきなさいって言われた。本番、そうって言われてた。何の揚げ物？今日から揚げだった。今日18時公演かな多分。だから何時からリハだったっけな、忘れちゃったな。こんにちは、こんにちは。大感染時間がとてもある。食べかけのお弁当を劇場に持ってくの嫌じゃない？唐揚げにソースかける？かけない。こんにちは、こんにちは。唐揚げはあれじゃない？味付けしてあげるからソースかけたらすごい味濃くない？ズボンおしゃれ。これもらいました。イエーイ、もらいました。
ちは、こんにちは。なんで丸まってるの？普通に体育座りをしてるだけなんだけど。こんにちは。今日の撮影もスピーディーに終わってよかった。マジ超時間通りに終わった。そう、超時間通りに終わった。こうめちゃお茶こぼれてくるんだけど、もう100均のペッ水筒はこぼれちゃうな。はじめまして、はじめまして。今日の撮影はメイクも含めたら2時間45分くらいでした。こんにちは。そう、なんかさ、水筒さ、なんか買いに行くタイミングが最初なくて、引っ越してすぐとりあえず100均でいいやと思って、水筒どうしてももうレッスンの時に必要だったから。そうだから、そう100均でとりあえず買ったんだけど、結局なんかいいの見つけれてなくて、まだ買えてない。なんかさ、保冷のさ機能ついてないくていいからさ、こうちゃんとパッキンがしっかりしててこぼれない、こういう500ぐらい入る水筒、みんないいの知らない？どこで買ったらいいの？ロフトとかで買ったらいいのかな？どこで買ったらいいと思う？みんな、あー東急ハンズね、ちょっと見に行こうかな今度休みの日に。ストロー付きのやつはごくごく飲めないから嫌なんだよね。こんにちは、こんにちは。なんかこの100均の水筒もさ、普通にしてたらこぼれないんだけど、なんかこういうところに蓋した時に溜まっちゃってて、開けると漏れてくるんだよね。だからカバンの中で大爆発みたいなことはないんだけど、そう、なんか飲むときにちょっとこぼれてくるって感じ。こんにちは、こんにちは。厄介です。グビグビ飲みたい派ですか？うん、さあ一気に一回のごくごくで結構たくさん飲みたいから。ストロー洗いづらくない？しかもストローのやつって。初見です、初見さんありがとう。まあ、今度なんかどっか行って買いに行かなきゃな。水筒毎回飲むときに口のところをティッシュで拭くのちょっとめんどくさい。めんどくさいね。こんにちは、こんにちは。いやー今日公演か。多分さ、もうちょっとしたら眠くなるわ。もう感じる眠気が背後から近づいてきているのを今とても感じている。なんならもうちょっと眠いけど、なんならもうちょっと眠いんだけどさ。こんにちは、こんにちは。ちょい眠いわ。こんにちは。そう、食後30分ほどで睡魔、本当にすごいよね。ちゃんと30分ぐらいで睡魔ってくるよね。びっくらぽん。
今日公演終わった後お家帰ってから何にもやる気でなさそう。朝6時起きでさ公演やったらさ絶対に死ぬよね。もう床から動けなくなりそう。ね、虫くんだ。レッスン場って仮眠とかできる場所あるんだっけ？仮眠ができる場所とかは特にないけど、勝手に椅子の上でみんな寝てる。そう。でもこれでさ今さ髪の毛も顔もバッチリだけどさ夜になったらさ120億%崩れるからさまたメイクし直さなきゃいけない。メイクって直すのが一番大変なんだよね。一からする方が楽説ある。直しが難しいと思う個人的にはね。そう大変だ大変だ大変だ。こんにちはこんにちは。ごめんちょ失礼しました。ただいま11時55分。 Thank you。 じゃ12時そうだな15分か20分ぐらいまでやったら終わりにしようかなといった感じです。こんにちはこんにちは。ちょっとスタッフさんから連絡が来てたので今一瞬返しました。そう失礼しました。さあ今日もチーム4頑張るぞ。あさってはね8の公演の8人公演初めて出るから、だから今日が終わったら公演終わったら8の練習を本格的にします。今ざっくりとしかまだやってないから完璧に覚える。明日めっちゃ練習する。こんにちはこんにちは。頑張って覚えなくちゃ。今日劇場にいる間に確認いろいろしときたいな。せっかく劇場に早く行くからチーム4の確認終わったらいいとも頑張らなくて。そうだね、今日からファイト1曲変わるので皆さん楽しみに、どの曲かなと想像しながら最後の曲まで楽しんでいただければと思います。こんにちはこんにちは。めっちゃ眠いめっちゃ眠い、どうしよう。うわめっちゃ眠い。そうだいぶ目がお眠なのでちょっと劇場までの移動は宝塚を見て心を踊らせてから行こうと思います。そのしたら目が覚めそう。とても目が覚めそうだね。そしたらね。こんにちはこんにちは。じゃあ皆さん次12時15分になったら教えていただけると非常に私助かります。
みんなさっきからちょこちょこ教えてくれてありがとう。めっちゃ助かっております。こんにちは、こんにちは。その移動時間に仮眠取るっていうのは、でも移動歩きだからさこんにちは、こんにちは。移動歩きだから寝れないよね。だからさっさと歩いて。今日の運動量はとても良さそう。公園の日っていっぱい運動できてめちゃ体にいいなと思う健康にいい。公園メンタル的にもめちゃ楽しいし、から体に健康にいいし、体的にもたくさん動いて健康にいい気がする。いいね。こんにちは、こんにちは。公演頑張ってください。ありがとう、頑張ります。今日外も暑いから着くまでに気をつけてね。傘さすか、頑張って。日傘をね、嫌いな傘をさそうかな。12時です、ありがとう。12時になったということは、お昼休みに入った方が来てくれるかしら。ちょっと顔だけでも見てもらえたら嬉しいな。ちょっと変な時間に始めちゃったから。平日の11時なんてみんなね、仕事の方も多いだろうに。ありがたいよ、見てくれて。今日は夜配信1時間ぐらい頑張れるかな。眠くなっちゃいそうだけど。やちさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。昼休みだから来たよ、ありがとう。ね、今日暑いよね、外。さやもね、朝の時点で暑かった。もう朝6時、7時ぐらいの時にもう、外暑かったから、今日暑くなる日だ、最悪と思った。みんな熱中症に気をつけて。お昼だから来ました、ありがとう。いつも素敵、ありがとう。遊びに来た、ヤッホー。眠いなめちゃんこ眠い。今日は28日、あと29、30、あと2日しかないのか。今月月末だね。早いな、1週間。月末、月末。こんにちは、こんにちは。やばい、めっちゃ眠い。あー、でもこれで外ちょっと歩いたら目覚めそう。でまたこう劇場着いてから眠くなりそうだけど、最悪一旦寝よ最悪10分ぐらい寝よ。でまた発声めっちゃ頑張ろう。我慢しすぎて具合悪くなるのも良くないしね。確実に寝不足だからね。こんにちは、こんにちは。そう、時が経つの早いよね、本当にそう思う。遊びに来たよ、ヤッホー。眠い時は寝よう。ね、ちょっと我慢しすぎないようにしようと思います。こんにちは、こんにちは。今日帰りの電車やばいね。公園から帰る電車が一番最難関かも。乗り過ごさないにしないと。この前寝ちゃってめっちゃ5駅ぐらい向こう行っちゃってめっちゃ戻るの時間かかったもんそう、遊びに来てありがとう。今日はだから電車に乗るときは
イヤホンでアラームをつけておこう。絶対起きれないと思う、最寄りの駅が来ても。そう、今日もね、朝ね、めっちゃ眠くて寝ちゃってたんですよ多分今日。でもちゃんと降りる駅で降りれたので偉い偉い。今来ましたよ。座らない方がいい。でも公園の後電車で立ってられないんだよね、もう足が棒すぎて。こんにちはこんにちは。眠すごい。今寝たらめちゃくちゃ寝れそう。まあ頭と目が重たいもん。ポワーってなってる。起きるぞ。できるだけ体を動かして体を起こそう。まだ君は寝る時間ではない。昼だぞ。夜はまだまだ遠いよ。で今日6時公演で8時に終わるでしょ。まあ帰ってくるの遅いだろうな。11時とかになるのかな配信。ちょっと家着き次第配信始めるね。そう。そう、もう言い聞かせないともう眠くてね、ダメだね。今寝てしまうと公園にも遅刻しそう。いや公園はまだ全然遅い時間だから遅刻しないけど。全然公園まで超時間あるからね。こんにちはこんにちは。あ、でもさっきより眠気ちょっと冷めた。あと首ブンブン振ってたら効くやん。首ブンブン、あ、そう、今日から新しいメイクポーチ使い始めた。いいよ、使いやすい。ちょっと小さかったような気がするけど、それはさやのね、メイク道具をちょっと減らせばいいだけなので。お茶はカフェインないやつ、これ麦茶。そう、コーヒー飲みたいんだけどコーヒーお金かかるから買わないかも。コンビニ高くて買わないかも。これはただの麦茶。はじめましてはじめまして。都内は終点の高尾駅で気づいて通りに来る。高尾駅って何線ですか？乗ったことないかも。高尾駅？高尾行き分かんないや。何線だろう。東京の電車割と分かってないんだよねまだ。コーヒーはさやはカフェオレだね、いつも。お砂糖なしカフェオレだね。中央線、中央線か、中央線ね、オレンジ色のやつか表示が。そんな方まで行くんだ中央線って。結構長いんだね路線、知らなかったな。そんな方まで乗ったことないや。ほえー、でそんな長かったらさ、そんな終点まで行ったら絶望だろうね。うわーって、さすがにそれまでに目覚めそうだけどね。
まあじゃあとにかく電車は今日乗り過ごさないように、寝過ごさないように頑張ろうと思います。こんにちは、こんにちは、はじめまして、ありがとう。眠い。こんにちは、こんにちは。眠い。もうすぐ締め切りやけど、サマーグッズセットの PR でもしてみては？皆さんぜひゲットしてください。前ショールームでも言った気がする。サマーグッズセット、こんにちは、こんにちは。学園の冷蔵庫にしまうときは名前を書いてあるの。大体書くね。大体書きますね。食べられちゃったら悲しいから。まあ名前書いてあってもなくなることは割とあるんですけど。そう。一応、取ってほしくないよという意思表示はしたよっていう。ちょっと名前は書くけど、名前書いてないとね、差し入れかと思って食べちゃう人とかいるからね。名前書いてあるのになくなってる時はなんか普通に悲しい、あれあれってなる。でもさ、学校の冷蔵庫ほとんど入れたことないかも、そもそも。差し入れとかいただいた時に公演後に食べようっていう感じで一時的に冷蔵庫入れるとかあるけど、ずっと冷蔵庫入れとくとかはないですね。まあでも大勢が使う冷蔵庫は名前必須ですよね、どこも多分。こんにちは、こんにちは。眠たいな。眠すぎる今日。やばい。早起きってこんなにきついんだ。久しぶりに早起きしたからな。結局昨日12時にお布団入ったけど、全然寝れなかったんだよな。全然寝れなかった。1時くらいまで結局寝つけなかった。ご飯は食べ終わりました。毒と書いておくと取られない。それが通じるのは小学校までだ。眠たい。なんか毎日同じ時間にね起きるんだったらきっといいんだろうけど、日によって仕事の始まりの時間とか違うから、同じ時間に毎日起きるっていう生活ではないから、多分こんな、なんだろう、体が慣れてなくて眠くなっちゃうのかも。毎日6時起きとかだったらね、逆にそれに体が順応してもうちょっと早く寝れるようになったりするだろうけど、まあそれしゃあなしやな。いやでも言うてもさ、学生時代とか早起き同じ時間に毎日起きてたけど、毎日あんますっきり起きれてなかったし、昼間眠かったからあんま関係ないかも。あんまり関係ないかもね。こんにちは、こんにちは。そもそも早起きが苦手かも。セリこんにちは、こんにちは。中学とかの時から苦手かも。電気消えた？
こんにちは。でも明日もそこそこ早起きして、今日いかに疲れてても早くお風呂に入って、早起きしてエイトの練習したいな。あ、全然、あの15分になったら教えてくれれば大丈夫ですよ皆さんありがとう。夜に YouTube 見てた。昨日はでも1時に、1時じゃないや、12時に布団入って、そう、そんな YouTube 見てたって決めつけないでください。こんにちは、こんにちは。あ、また眠気覚めた。何この波、眠気の波がすごいある今日。眠気の波、すっごい、さっきのにもう眠いって時と今ちょっとシャキッとしてるわ眠気の波がすごいぜ今日は。頑張るぞ公園。いっぱい動いていっぱい体力消費して、今日食べたお弁当全部消費して、なんなら痩せたい。ちょっと待って、めっちゃこぼれる。こんにちは。よし15分ランキング読んで終わりにしよう。あ、やば、倒しちゃった。ランキング読みます。13位タカさんありがとうございます。12位バイコゾウさんありがとうございます。11位タテヤマケンケンさんありがとうございます。10位トモチさんありがとうございます。9位ドメスニクバルさんありがとうございます。8位ベベモンさんありがとうございます。7位ナンさんありがとうございます。6位ダイカンさんありがとうございます。5位マサトさんありがとうございます。4位はサッピさんありがとうございます。3位ヤスさんありがとうございます。2位キャロンさんありがとうございます。そして1位はヤチさんありがとう。さて今日は午前中は撮影でしたが、午後からは公演の練習に行っていきたいと思います。頑張ります。劇場公演みんなぜひ会場で見てくださる方、オンデマンド VR を見てくださる方、よろしくお願いします。ガクさん虹ありがとう。ではまた後で皆さんお会いしましょう。バイバーイ。